イマイミーマイミーです。はい、私は今松本駅にいます。イエーイ。はい、ということでですね、見てください、こちらが松本駅となっております。松本駅めちゃめちゃ広いね。こんなに広いのは知れませんでした。ということでね、ちょっとね、聞いてほしいことがねたくさんあるんです。私とりあえず言いたいのは、乗りたかった列車に乗り遅れました。ちょっと本当にめちゃめちゃ時間があったから、前回の動画を見てくださってる方分かると思うんですけれども、前回温泉宿に泊まっていて、でそっからチェックアウトした時間から次のね乗る列車が2時間ぐらいあったから、めちゃめちゃ車の中でね音楽かけながら鼻歌歌ったりとかして、めちゃのんきに過ごしていたら、なんと列車に乗り遅れました。乗りたかった列車に乗り遅れました。もうさ、なんでこんなに時間があるのに乗り遅れるのって感じなんですけれども、まあまあ、それで本当は1時10分の特急あずさというものに乗って東京まで帰る予定だったんですけれども、それに乗り遅れたということでね、現在の時刻1時20分です。もう去ってしまいました、私が乗りたかった列車は。でさ、もうどうしようと思ってさ、さっきちょっとお母さんに電話して、ね、乗り遅れちゃったんだけどどうしようって言ったら、もうみーちゃん動画外でもポンコツ見せなくていいから、ポンコツは動画内だけでいいから、もうみーちゃんとか言われて、別に呆れられました。ごめんなさいお母さん。ということで、まあ、とりあえずお母さんに次の列車の時間を調べたらって言われたので、次の列車を調べたら、なんと30分後1時45分にもう一本ね、新宿行きの特急あずさが運行しているということで、それに乗っていきたいと思います。ああよかった、30分後とかにあって、これがさ 2,3 時間後とかだったらもうどうしようって思ってたからさ、よかったです本当に。てかさ、そんなことよりも長野寒すぎ、めちゃめちゃ寒いです。まださ10月上旬で、まだ東京だったらちょっとは暖かいのかなみたいな感じの時期なんですけれども、めちゃめちゃ寒いです。この長袖着ててもめっちゃ寒いです。皆さんね、もうダウンとかパーカーとか着てる方が多いですねっていうぐらいめっちゃ寒いです。っていうかね、さっきね視聴者さんに会ったの、マジでびっくりした。さっきね、普通にめちゃめちゃのんきに鼻歌を歌いながら、レンタカー返してから駅まで、松本駅まで歩いていったら、後ろからトントンってされて、で最初私さ本当に殴られるかと思って、鼻歌うるさいよとか言って殴られるかと思って、結構私ねあんまり人がいない道を通ってたから、気づかないふりをしてそのままとか言ってめっちゃ気持ちよく歌ってたから、そしたらさいきなり後ろからトントンってさ声かけられて、本当に大声出しちゃってみたいな。そしたら向こうの方もめっちゃびっくりしてて、あ、藤原のみーさんですよねって言われて、あ、そうですって言ったら、いつも動画見てますって言われて、なんと視聴者さんでした。本当にびっくりしすぎて本当にごめんなさい。最初本当にびっくりして、本当に殴られるかと思って、暴走族とかそういうちょっとヤバい系の人に声かけられたと思ってビビり散らかしてたんですけれども、とっても優しい視聴者さんでした。なんかコメントは一回もね書いたことはないけど、毎回動画楽しみにしていて、本当にみーさんの動画のために仕事頑張れるので、今からっていうかこれからも撮影頑張ってください、応援してますって言われて、めちゃめちゃ優しかったです。なんと松本駅でね視聴者さんに会うとは思ってなかったので、めっちゃ気抜いてたから本当にビビり散らかしてすいません。コメントしたことなくてもこの動画にはぜひコメントしてみてくださいね。まあでも全然コメントしなくても大丈夫です。あ、すいません。はい、ということでですね、ただいまの時刻25分になりました。ということで、あと20分後のね特急あずさにさすがに乗りたいということで、今からチケットをね買いに行きたいと思います。さすがに次も乗り遅れたらもう最悪。ということで、とりあえずチケット買ってきます。ここの緑の窓口で買います。はい、ということでチケットを買いました。ということでね、めちゃめちゃ時間あったはずなのに、あと6分後、あと6分後に出発します。やばいやばい、急げ急げ。ということでね、一番左の左上、特急あずさ34号、1時45分の新宿行き2番乗り場、急げ急げ。あ、待って、駅弁買いたい、駅弁買いたい。あ、お腹すいた。はい、ということでね、駅弁とあと列車の中で飲むお酒たちを買ってきました。ということでさ、ちょっとさ、私さ大事なこと忘れてましたよね。本当にドタバタしすぎて大事な今回の企画を言うのを忘れていました。ということでですね、今回はなんと私の今回の旅終了です。ということでね、東京に帰るということで、今から特急あずさという列車に乗って松本駅から新宿駅まで行きます。帰るぞ帰るぞ。ということで、とりあえず私の乗る列車が今目の前にいます。とりあえず見てください、じゃーん、こちらが特急あずさです。あ、待って、こっちかと思ったらこっちでした。特急あずさ新宿、待って、ここが10号車だから私は9号車、9号車はこっちかな、こっち、どっちどっちどっち、急げ急げ急げ。今のところ空いているみたいですね。私は今回グリーン席をね予約したので、グリーン車に乗っていきたいと思います。こちらですね。それでは入ります。よかった、間に合った。っていうか思ってたよりもめちゃめちゃ長い列車なんですね。9、10、11、12号車まである列車です。ということでね、とりあえず入っていきたいと思います。よいしょ。グリーン車はどんな感じなんだろう。グリーン車もね、まばらに人がいて、前後左右に空席の席を予約したんですけど、それでは入ります。よいしょ。
5番の D 待って、めちゃめちゃ豪華だ。あ、ここだ。私の席はここ。ちなみに前から見たらこんな感じです。めちゃめちゃ豪華で、ね、めっちゃ座りやすそう。それではな、それではなとか言っちゃった。それではね、ここで一旦座っておとなしく出発時間を待ちたいと思います。はい、ということで出発しました。45分にちょうど出発しましたね。ゆっくり走り出しました。それでは松本駅、バイバイ。バイバイ松本。めちゃめちゃ君のところにある浅間温泉でめちゃめちゃ癒されました。ありがとう松本、また来たいです。この列車は特急秋田34新宿行き。はい、ということでね、私はいつも電車に乗ったらすぐサムネイル撮影をします。こんな感じでね、まあ、多分いい感じだと思います。もう一回撮ろう。はい、ということでここから隣におじさんが来てしまったのでアフレコでお届けいたします。松本駅を13時45分に出発して新宿駅に16時半に着きます。なので約2時間半の列車の旅となっております。そして早速こいつですよね。さっきブン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 振り回しながら歩いてたからビールがちょっと噴射しちゃいました。おっちゃめーって言いたいところなんですけれども、私いつもタオルとかティッシュを常備してないのでちょっと焦っています。乾杯。そんなことよりも朝からビール美味しすぎる。朝っていうかもう昼ですね。ビールの味を口の中にいっぱい含ませながら外の景色を見る、これ本当に最高なの。はい、ということでさっきからね、なんで決めポーズしてるのって感じなんですけれども、また途端にサムネを取り出したみたいです。あ、ここ景色がいい、あ、ここでサムネ撮りたいっていうタイミングを見計らいながらサムネを撮っています。ちょっとこれめちゃめちゃ恥ずかしいかもしれません、この絵面を見せるのは。はい、ということで無事サムネ撮影も終了したということでランチタイムスタート。このサムネを撮り終わった後爆食するこの時間、私大好きなんですよね。本当にあのすんごい顔で弁当をこじ開けているのは皆さん内緒にしといてください。あの私の様子を見てわかると思うんですけれども、私は今回めちゃめちゃというか今回というか今めちゃめちゃテンションが高い状態です。めちゃめちゃシラフなんですけれども、こんな変なことをします。でも許してください皆さん、今回の旅私めちゃめちゃ頑張りました。今回の旅の一番の目的、誰も住んでいない廃層に一泊二日する。皆さんその動画もぜひ見てみてくださいね。その過酷な過酷な過酷すぎる、本当に怖すぎる企画をやり遂げた私、一歩成長しているかもしれませんって言いたかったところなんですけれども、この様子を見てやっぱり私の成長はミジンコレベルでしか成長できないんだなっていうことがわかりますね。はい、ということでなんだか満足したみたいなのでお弁当の紹介をしていきます。今回私は駅で駅弁、こちらを頼みました。長野の牛肉弁当です。絶対美味しいんだけど、じゃーん、絶対美味しいよね。これはご飯が進むやつ。地元が同じ千鳥さんの真似をすると美味しいやつじゃ、ビールが合うやつじゃなんか違いますね。実は今朝、前回の動画見てくださってる方は分かると思うんですけれども、今朝旅館の朝ごはんを目いっぱいお腹いっぱい食べたのにもかかわらずもうお腹が空いちゃいました。なんだかさっきから行動だけでもうるさい私をどうか許してください。いただきまーす。見てください、この私の幸せそうな顔。それでは食べていきます。いただきます。私いつも列車に乗る前に買う弁当めちゃめちゃ悩むんですね。本当に悩みまくるんですけれども、最終的に私が選んでる率が高いのは牛弁当とか牛肉弁当、そしてカツ丼弁当、そしてハンバーグ弁当と、やっぱりお肉が入ったお弁当ですね。肉肉肉、やっぱビールに肉が一番合う。スルメも合うし、カニカマもビールにめちゃめちゃ相性はいいけど、やっぱりお肉が一番合うかもしれない。お肉大好き。今回のラストの旅、列車の旅、もう私は頑張った、今回の旅頑張ったということでね、私は本当にたくさん食べながらたくさん飲んでいくとここに誓います。はぁ、幸せ。まもなく小口沢に到着。やっぱり列車の音楽が流れると体が動いちゃう癖はやめられませんね。そして完全に酔っ払った時の顔面をしています。お願いだからこれ以上暴れないでほしいですね。でもビールは止められない、ごくごく飲んでいきます。今日はちょっと天気が悪いんですけれども、奥の方に見える山がめちゃめちゃ綺麗です。ほら見て、見えますか、見えますか皆さん、奥の山がめちゃめちゃ綺麗なの。山に雲がかかっていてすごい神秘的な光景が広がっています。おーい、私は山が見たいんだよ。おーい、あ、見て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 、ほらほらめっちゃ綺麗なんだけど、なんか雲海って感じ、神様がいそうですよね。やっぱり絶景と言われているこの暑さ、やっぱり絶景を皆さんにお見せするしかないですよねって思ったら、めちゃめちゃ、あ、ほら見て見て見て、めちゃめちゃ綺麗。やばい、この景色ずっと見ていられる。天に増します我らの神よ。
カメラには映りきらないんですけれども、この絶景を見ながらお酒を飲んでいたら本当に酒が進みます。絶景×ビール×列車、最高。完全に顔もいっちゃってます。そして牛丼を流し込む、美味しすぎる。そして白米も口にぶち込む。あー、なんて幸せなの。私は世界一幸せです。はい、出ました。私が少しいい感じに酔っ払った時に出る嬉しさの舞。隣のおじさんもびっくりですよね。隣のおじさんって言っても通路挟んで隣のおじさんなんですけれども、ちなみに言うと、隣のおじさんは氷結、そして一番搾りを飲んで顔を真っ赤にして、そして鯖寿司を食べながら列車の旅を楽しんでいました。そんな隣のおじさんにも負けじと1貫目のビール終了。そして皆さん、この私の顔を見てください。こちらは何でしょうか。お水じゃないんですよ。お茶じゃないんですよ。じゃーん、見てください。長野といえば信州ワインです。信州ワインの白ワイン、絶対美味しいですよね。こちらで今から決まっていきたいと思います。いい気分になって2貫目を開ける、2本目を開ける、この瞬間が私の至福の時間です。なんだか取れちゃいけないところまで取れちゃったみたいですね。なんか哺乳瓶みたいで可愛い。なんだかやっぱりラベルがないと信州ワインには見えないですよね。なんか哺乳瓶みたいって多分私も今言っているところでした。私、列車の中でワインを飲むんだったらこのキャップ付き、そしてコップ付きのワインのボトルを頼むんですけれども、これやっぱ列車に乗る人のために考えられた、乗り物に乗る時にお酒を爆飲みしたい人に向けられて作られた商品ですよね。絶対にそうですよね。そしてワインにたくさんの愛を注ぎ、乾杯。久しぶりの信州ワイン、本当に私信州ワイン大好きなんですよね。お味はいかに。あー、美味しい、美味しすぎる。ちなみに隣のおじさま、一番搾り1貫、氷結1貫だけかと思っていたら、なんともう1貫氷結がポケットの中から出てきました。びっくりした。私、列車に乗る時のもう一つの楽しみ、周りの人はどうやって列車の旅を楽しんでいるのかなと観察するのが本当に大好きなんです。私と隣のおじさんみたいに酒とご飯で決まっていく、そんな人もたくさんいるけれど、永遠に何かの動画を見ながらリラックスする人や、永遠に爆睡する人、一緒に来ている人とペチャクチャ話している人、そしてカップルで来てイチャイチャしている人、ずっとパソコンとにらめやいっこしながらお仕事をしている人、皆さん人それぞれの楽しみ方をして列車の楽しみを満喫していますよね。皆さんはどのタイプですか？私は知っての通り暴飲暴食して爆睡する、この一択ですよね。はい、ということでね、余談はここまでにして、私の顔面見てください。信州ワインもどんどん次から次へと体に流し込んでいって、信州ワインで決まっちゃってきちゃっています。信州ワインボトルのラベルが剥がれてしまって、この女はこのお酒が 13% 以上あることを忘れてしまっているのでしょうか。さすがのこの私もこの一瞬で半分以上の信州ワインがなくなってしまっていることに驚きを隠せません。いやー、だって飲みやすすぎて飲めちゃうんだもん。っていうか、そんなことよりもこの牛丼弁当、めちゃめちゃ柔らかくて、めっちゃ私好みの味付けがされていて本当に美味しいの。白米が進みすぎてやばいです。でもお肉の分量とご飯の分量をしっかりと見て食べないと、ご飯が少し余っちゃいそうな分量だったので、ちゃんとご飯を見ながら食べます。そしてとっても険しい顔で飲んでいますが、決してまずいわけじゃないんです。美味しすぎてこんな顔になっているんです。やっぱり信州ワインは飲みやすいな。なんかもうこのボトルについているこのおチョコ、ワインをソフトドリンクだと勘違いさせる魔法が入っちゃってるんじゃないかっていうぐらいグビグビ飲めます。怖すぎるんですけど。もうここまで来ちゃったら私を止めることはできません。誰も私を止めることはできないんです。皆さん聞いてください。もう少しで甲府に到着するみたいです。ということで、甲府に到着するということで、こっからどんどんエンジンをかけて飲んでいきます。乗車した松本から甲府駅までは約60分、1時間ですね。まだ1時間しか経ってないのって感じです。ちなみに今はアンビリーバボーって言っていました。あー、なんかもうすいません、皆さんすいません、顔面がうるさくてすいません、近くてすいません。やっぱ列車は酒と後半、イエイ。完全に大泥酔への道に一歩踏み出してしまっています。そういえばリクライニング機能、いきなりリクライニング機能を思い出したらしく、リクライニング機能を体験してみると思ったより倒れたのでびっくりしました。何でも楽しいお年頃、おっちゃめー。はい、そして私が飲みすぎた時の謎のダンス見てください。とっても陽気そうですね。完全に飲みすぎたのは私のせいよ、だって暑さが最高なんだもん
って感じですね。あーもうこれ以上本当に暴れないでください。あーもうダメです。私を止めることはできません。自分自身も私が止めることができないんです。ごめんなさい。うるさいのは顔だけにしてと心の底から願っています。ちなみに通路挟んで隣に座っているおじちゃんの近況報告なんですけれども、おじちゃんは顔を真っ赤にしてゆでだこみたいになって寝ちゃいました。おじちゃんわかるわかるよ。酔っ払って寝る、列車の中で寝る、最高すぎるよね。わかるわかると思いながら隣のおじさんを微笑ましく見ていました。もうちょっとお弁当なくなるんだけどさ、酔っ払ってきたからどんどんお腹いっぱいになってきたじゃなくてどんどんお腹空いてきた。そしてもう本日この光景を何度見たのか、何杯目のワインなのかわからないけど乾杯。もうさすがに行っちゃってる、顔が行っちゃってますよね。ワインくんの悪い癖、私ワインを飲んだら記憶がすぐなくなっちゃってしまっているんです。本当にこの時も記憶が曖昧で半分ぐらいしか記憶がない感じになっているんですけれども、体質によってハイボールが記憶なくなりやすい方、ワインの方、ビールの方、皆さんいらっしゃいますよね。皆さんはどのお酒が飲んだ時に一番記憶がなくなりますか？私はワインです。でも何のお酒が一番好きと聞かれたら、アサヒスーパードライと並ぶぐらいワインが好きなんです。ワインは悪い子、ワインは悪い男。はい、トイレと思ったら人が入ってしまった。ということで待ちたいと思います。あーでもさ、めっちゃ景色いいんだけど、最高すぎる、最高すぎるよね。こっちからも見てみよう、こっちからも。ほらめっちゃ綺麗、めっちゃ田んぼだけどめっちゃ綺麗。ほら見てあの山、すごくない？なんかこのめちゃめちゃ天気悪いからこそ見えるこの船じゃなくてなんだっけ、あのこの雲、雲海、神様イエーイ、神様イエーイ。私今本当に酔っ払ってることは分かってるんです。だからおとなしくとりあえずトイレを待ちたいと思います。ちなみにここの列車は車内販売もあるらしくて、車内販売も新宿に着くまでずっと車内販売があるらしいんですけど、ちょっと私はこれ以上何も買うことはできませんね。ということで、あの残りのワインたちが待っているので早く座席にいち早く戻りたいところなんですけれども、ちょっとトイレの、ね、方が、ね、少しだけ長いのでね、おとなしく待ちたいと思います。出た出た出ただと思ったら男子トイレだった。あーまだ待たなきゃ待たなきゃ待たなきゃ。それにしても景色最高すぎるんですけど、超景色、超景色は良くないんだけど、めっちゃ曇りだしめっちゃ雨降ってるから、あ早くトイレ漏れちゃう、トイレ漏れちゃう、早く早く。わ開かないの、一生開かないです。開かずのドア、トイレ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 に行きたいよ、トイレに行きたいって言ったら私は怒ります。だけどトイレに行きたいならトイレに行かせてくれ、早く早く早くトイレに行って。私さ本当にトイレ早いのね。なんかさトイレ、あの本当にお願いだから、いつもねトイレ並ぶときに思うんだけど、本当にお願いだから私ね、あの本当に15秒ぐらいでできるの、あの長くても20秒、短くて10秒ぐらいでトイレできるから、お願いだからトイレ並んでるときに私10秒で終わるから本当に先にトイレ行かせてくださいって毎回言いたくなるっていう、あのどうでもいい話なんですけれども、この前ね友達は、ね、駅で待ってるときにどうしてもトイレに行きたくなって、本当にトイレに行きたくなって、でもやばくて、でもめっちゃ並んでて、その駅のトイレに行ったからね、でめっちゃ並んでて、でも本当にこれを待ってたらトイレが漏れてしまうと思ったので、あの先頭の方にあのすいませんって本当に私トイレ早いんで、あの本当に本当に漏れそうで、ちょっとお腹も痛いしとか、お前お腹痛いのはちょっと嘘ついちゃったんですけれども、ちょっとお腹も痛いしって言って、ちょっと本当にトイレ10秒で出るから、あの代わってくれませんかって言ったら、あの後ろに並んでる方もどうぞどうぞどうぞって言ってくれて、あのトイレを先に行かせてもらうっていうね、幼稚園生がするようなことをしてしまいましたっていう超どうでもいい話を置いといて、こんな話をしててもさまだトイレは空きませんということで、おとなしくトイレを待ちます。あのちょっと本当にトイレがやばいので、あの前の車両までトイレを探しに行きました。はい、今回のトイレはこんな感じなんですけど、今回のトイレはねこんな感じなんですけど、さっきね待ってたトイレはめっちゃ広くてめっちゃ綺麗だったからさ、トイレはさそこでしたかったしさ、超広いトイレでしたかったのにさ、こんな狭いトイレになっちゃったけど、しかも皆さんに広いトイレをお見せしたかったんですけれども、私は本当に我慢できないし、本当にあれから15分ぐらい経ってもトイレから誰出てこなかったので、ちょっとあのお腹痛いのかなって感じでね、あのせかしても申し訳ないので、とりあえずあの私はこの狭いトイレまでやってきましたということで、お手洗いに行ってきたいと思います。イエイ、あいた、イエイ。はい、ということで無事お手洗いも終了させすっきりしました。ということで席に戻ってすぐにワインボトルを1缶開ける。しかもみんな見てください、外の景色を見たらわかりますよね。東京に近づけば近づくほどめちゃめちゃ天気が悪くなってきました。そして聞いてください、ワインボトル1瓶すべて開けてしまいました。
はい、もうここから完全に記憶はありません。ワインに飲まれてしまいました。そしてこの指、何でしょうか。何を見つめているんでしょうか。あ、さっきぶつけてしまったんですね。どんまい。はい、そして私のここでのお決まり、泥酔して寝る。この体勢に入ってしまったらもう私は起きることはありません。それでは皆様、私の泥酔列車旅終了します。皆さんありがとうございました。今回もたくさんお酒を飲んで泥酔することができて満足です。おやすみなさい。皆さんおはようございます。怪物が起きました。新宿に着く5分前です。爆音の音楽とともに起きました。この日の東京は本当に天気が悪いです。見てください、青空一つありません。そして寝起きの綾鷹をいただきます。到着する前に、下車する前に綾鷹を飲んで下車する。これはさすがに成長ですよね。泥酔して爆睡した後の寝起きの綾鷹、大好きすぎる。やっぱり綾鷹が一番。そしてめちゃめちゃ寝起きが悪くてすいません。そしてまた寝ました。はい、ということで新宿駅に到着しました。ほら、新宿駅、あれ、新宿駅の表示赤。新宿駅に到着しました。ということで今回は私偉かったです。ちょっとだけ成長しました。到着する5分前に起きて、いつもは清掃員のおばちゃんに叩き起こされて起きるんですけれども、今日は自分で5分前に起きて綾鷹を飲むっていう本当に素晴らしいことをしました。ということでめっちゃ成長したなって思います。ということで今まだ全然酔っ払ってて、電車の中で何時間寝たんだろう。40分ぐらい寝たのかな。40分ぐらい寝て、さっきアルコールを綾鷹で分解したばかりで、全然お酒が抜けてなくて、本当にまあちょっと、ああ新宿かみたいな感じのテンションなんですけど、今からね荷物も重たいし、お家に電車で帰りたいと思います。ということでね、皆さん本日の動画はここまでです。特急あずさ、本当に快適でした。快適すぎてやばかった。あ、新宿快適すぎてやばすぎたので、本当に快適で、また今日も飲みすぎちゃいました。ということでね、あの新宿駅とっても人が多くて、今ちょっとね人がいないところに来たんですけれども、電車の中からすごい見られるのでね、本日の動画はここまでにしたいと思います。ということで皆さん、今回の企画これで終了です。最初はね、本当に今回は長野県に行って廃村の古民家に一泊するっていう、めちゃめちゃ過酷な撮影をしようと思って最初は長野に行こうって決めたんですけど、そのご褒美として温泉行ったりね、最後は最高の最高のあずさくんに乗れたり、本当に最高の旅になりました。ということで本日の企画、今回の企画、本日の動画はここまでです。うるさい。あ、やばいやばい、頭回すと本当にやばい。ということで皆さん動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どんぶらーここ、次の企画も楽しみにしておいてください。バイバーイ。電車どこ、待って、迷子。あ、めっちゃこんにちは